もアブニールの仕事を受けるわよ。準備はいい？ええ、バッチリよ。ネプチューノはどう？私もオールオーケーだよ。ノアールさんとネプネプ、なんだかとっても仲良しです。別にネプチューノとなんてなんともないわよ。またまた、ノアールったら照れちゃって。お前らか、ちょうどよかった。いきなりで悪いが、またお前らに武器のテストを頼まれてほしいんだ。ってことは、パワーアップが終わったってこと？昨日の今日なのに、随分と早いのね。ああ、お前らからのフィードバックを受けたら興奮しちまって、気づいたら朝だったんだ。アブニールの仕事のついででいいから頼むよ。ええ、いいわよ。じゃあ、改めてこいつを頼む。あなたは気楽でいいわね。記憶喪失だって、人生何事も楽しんだもの勝ちだよ。たまにあなたの能天気さが羨ましくなるわ。それにしても、こんな廃工場の前に呼び出して何を考えているのかしら。お久しぶりです皆さん。今日もお仕事の内容の説明できました。そんなに忙しそうに見えますか？ここのところ週半分は休日なんですけどね。1週間の半分が休みなんて羨ましいです。我が社の仕事のほとんどは機械が自動でやってくれますからね。そのおかげで楽をさせてもらっています。さて、雑談はそれくらいにして本題の説明に参りましょうか。この施設なんですが、見た目以上に年数が経ってまして、実はもう廃棄された施設なんです。それで、そのいらなくなった施設で何をすればいいわけ？実は施設を引き上げる際に必要な資材の一部が取り残されたままになっているんです。
今回はそんな資材の回収をお願いしたいのです。それだけ？なんだ、今回は簡単そうだね。しかし困ったことに、いつの間にかモンスターが住み着いてしまい、回収が困難になってしまったんです。なるほど、だからそこで私たちが必要になったってわけね。それで、その回収しなきゃいけない資材ってのは何なの？話を聞く限りかなり重要なものみたいだけど。とある鉱石。そうですね、我が社ではラステライトと呼んでいる鉱石です。たった 1g でゲーム機を1万年も動かせる、蒸気を逸したエネルギーを秘めた鉱石なのですが、最近はモンスターの増加も影響して採掘量が下がってきていまして、我が社では少しでも数を揃えたいと考えているんです。ねえ、ラステーションにそんなすごい鉱石あったかしら？ラステライト？私は初耳ね。私もそんなすごい鉱石があるなら私が知らないはずないんだけど。それは当然です。その鉱石とはここ数年で発見され、我が社が採掘を独占しているんです。その存在も社のため公にはしていません。ねえねえ、そんなにすごい鉱石ならさ、お仕事が終わった後にちょっとだけくれないかな。こらネプコ、何バカ言ってるのよ。だってアイちゃん、1グラムで1万年もゲーム機を動かせるんだよ。携帯ゲーム機に使えばいつでもどこでも電池の残量を気にせず遊べるんだよ。 SC アダプターの呪縛からの解放だよ。欲しいのでしたら分けて差し上げますよ。本当？はい。前回のあなた方の働きにより当初のスケジュール通り工事に着工できましたし、この鉱石のことを秘密にするという約束さえしていただけるのでしたら差し上げましょう。わーい、アブニールってあんまりいい印象なかったけど、ガナッシュのおかげで株が上昇中だよ。それは嬉しいですね。さて、時間ももったいないですし、早速お願いします。うん、大船に乗ったつもりでこのネプコさんに任せなさい。今にも沈みそうな大船ね。ルリ、なんでいきなり入り口が閉じちゃうの？ちょっとガナッシュ、変な冗談やめてくれる？いやー、すいません、手違いで閉まっちゃいました。というのではなく、単純にこちらの都合です。あなたたちにはこの中でモンスターたちの餌食になっていただきます。それは一体どういうことです？ちょっと、なんで、どうしてさ、そんなことするんじゃ。取ってきてあげないよ。この状況でどうしてそう間の抜けた発想につながるんでしょうね。ゲーム機が1万年も動く石なんて、そんなものあるわけないじゃないですか。まさか騙したのね。あなた、目的は何？あなたたちがパッセとかいう町工場の協力者であることは分かっています。大概我が社の仕事を受けることで博覧会の出展物に探りを入れ、あわよくば妨害が目的だったのでしょう。アイちゃん、全部バレバレだよ。まさかバレているなんて。我が社の勝利は間違いありませんが、
何があるか分かりませんからね。障害となりうる目は早いうちに摘み取っておきたいわけですね。それでは時間が惜しいので私はここで。待ちなさい、ガナッシュ。これはもうダメね。ご丁寧にしっかりとロックされてるわ。アイちゃん、私たちどうなってしまうですか。それはごめんなさい。こうなったのも全部私のせいだわ。私がアブニールの仕事を受けようなんて言わなければこんなことになって。もう何みんなで神器臭い空気出してるのさ。そんなの私たちらしくないよ。まだここから出られないって決まったわけじゃないんだしさ。諦めないでみんなで出口を探そう。ネプチューヌ、あなた。そうね、ネプコの言う通りだわ。こんなに広い工場なんだし、きっとどこかに出口があるはずよ。誰があいつの思惑通りおとなしくモンスターの餌になってあげるものですか。だからってこの数は尋常じゃないわ。もともと私たちの始末が目的だったみたいだし、アブニールがここにモンスターを集めたという線はどうかしら。けどこれだけの数をどうやってこの中に。あれだけのモンスターを捕獲して輸送するなんてかなり前から準備していないと不可能じゃない。それもそうね。これってもしかして、もしかしたりするのかな。これってエネミーディスクじゃない。どこにあったの。あっちの部屋で見つけたんだ。あ、もしかしてお手柄ってやつ。だったら褒めてくれてもいいんだよ。あ、ご褒美にプリン10個くらいつけてくれてもいいかも。調子に乗らないの。ねえ、話の内容が見えないんだけど、そのディスクがどうかしたの。これ一見普通のディスクに見えるでしょ。けどこのディスクはモンスターを生み出す元になってるのよ。それって本当なの。だとしたら大発見よ。大発見なんです。ええ、下界、今私たちが住むこの世界にモンスターが急に現れるようになってから3年経つんだけど、どの国もモンスターがどこからやってきてどうやって増えているのか調査中なのよ。だったらさ、このことを全世界に公表すれば私たちって一躍有名人になれたりするんじゃない。
連日テレビや新聞のインタビューが殺到して、そんでもって芸能事務所からスカウトなんかも来ちゃったりして、それでそれで俺に一生分のプリンがもらえたりするかも。ジュドリネプネプ、よだれが出てるですよ。このこと、ラステーションの女神様、あ、いえ、教会には伝えたの？その報告も兼ねて教会に行ったんだけど、ここは子供の来るところじゃないって門前払いにされたわ。そう。ところでさ、アイちゃん、このディスクどうするの？やっぱ前みたいにパリーンと割っちゃうの？そうね、このまま持っていてもいつかはモンスターが出てきそうだし、さっさと壊しましょう。普通行ったそばから出てくる？わわわわわ、アイちゃんがフラグを踏んだ。しかもなんだかよくわからないのがいっぱい出てきたよ。さすがに一度にこの数を相手にするのは骨が折れそうね。ネプネプ、こういう時こそ変身です。オッケー、任せてよ。ドン！最初から全力で行くわ。やっぱりこっちのネプネプはいつもより100倍くらい頼もしさが違います。来るわよ、みんな。よろしくお願いします。さっさと終わらせましょう。そこ、やっ、ワクワク、エイです。行くです。痛いです。私の番。我が手に集え、魔界の黒狼。痛いです。私の番。せい、確実に仕留める。ジャンピング、余裕ね。パンジャさんはどこですか？治療するですよ。私のターンね。よっ、もらった。じわじわ来るわよ。患者さんはどこですか？お注射の時間です。頑張るです。決めさせてもらうわ。クリティカルエッジ。次、何するのよ。そこ、はい、毒の刃よ。私の番ね。クロスコンビネーション。余裕だったわね。さすがにこの姿でもこれだけの数を一度に相手するのは疲れるわね。おい、疲れた。ネプネプ、お疲れ様です。とってもかっこよかったですよ。そう？いや、そう言ってもらえるだけで変身した甲斐があるってもんだよ。コンパ、ネプコを甘やかすのもそのくらいにしときなさい。これ以上変に調子に乗られても困るわ。もう、MVP は私なんだから、アイちゃんも少しくらい褒めてくれたっていいじゃん。あ、私的には褒められる
好きだけど、甘やかしてくれるのもまんざらじゃないかな。調子に乗らない。けど、ネプコのおかげで助かったわ。ありがとう。へへへ、愛ちゃんにも褒められた。まったく、こういうところは子供なんだから。けど、まさかラステーションのはこんなところにあるなんて意外だったわ。道理でモンスターが多いわけね。ならさ、アイちゃん、鍵のかけらもここにあるんじゃないかな。その可能性は十分あるわね。鍵のかけら？何なのそれ。ああ、そっか、ノワールにはまだ話してなかったね。ごめんごめん。こんな形のアイテムなんだけど、ノワールは知ってる？初めて見るわ。で、なんでこのアイテムを集めてるの？よくぞ聞いてくれました。実はイースンを復活させて世界を救うためなんだよ。IF、この子頭大丈夫？手遅れね。ちょっと、二人して失礼だよ。さすがにこれは私も怒っちゃうよ。いかんのいいだよ。冗談よ。ネプコに代わって説明するけど、どこかにいるイストワールの封印を解くのに必要なのよ。イーソンさんか。女神の私でも知らなかったことを知っているなんて、何者なのかしら。あ、ノワール、ブツブツ独り言なんてどうしたの。え、ああ、いや、ただの独り言よ。気にしないで。なんだ、てっきりノワールのことだから、この状況にビビりすぎて精神崩壊とかしちゃったんじゃないかって心配しちゃったよ。あ、お医者さんが必要な時はいつでも言ってね。きっとコンパが何とかしてくれるから。医者が必要なのはあなたの頭でしょ。まったく、なんでこんな状況なのにこんなお気楽なのよ。ふふふ、ノワールさんもすっかりネプネプと仲良しさんですね。わあ、私とネプテューヌが仲良しってそんなわけないでしょ。冗談言わないで。うん、私的にはもうノワールとはお友達を超えて親友のつもりだったんだけどな。もしかして私のことを親友以上に思ってくれてたり。ノワールがそんな人だったなんて、私としてはその気持ちは嬉しいんだけど、まだ出会ったばっかりっていうか、やっぱ女の子同士でそういうのは世間体もあるし、ちょっと。けどノワールがどうしてもっていうなら、こっそりそういう関係でもオールオッケーだよ。言わないで。誰があなたのことなんか好きなもんですか。またまた、ノワールったら自分の気持ちに素直じゃないんだから、このツンデレさんめ。だからいい加減にしないと怒るわよ。あなたのことなんか好きどころか大嫌いよ。バーも、なんなのよこの子。二人とも見てないで、なんとかしてちょうだい。やっぱりネプネプとノワールさんは仲良しさんです。昔からコンビを組んでいたお笑いコンビみたいにボケとツッコミがぴったりね。けど休憩はそろそろ終わりにしましょう。続きはここを出てからホテルで好きなだけしなさい。
人とも急に。違うわよ、誤解しないでよね。二人が想像しているような意味じゃなくて、その私たちが泊まっているホテルに戻ったら好きなだけおしゃべりしなさいって意味よ。決して二人が想像しているような意味じゃないんだからね。顔を真っ赤にしている愛ちゃん、かわいい。ええ、とってもかわいいわ。はい、かわいいです。コンパまで、もう、みんなでからかわないでよ。ディスクも壊したし、こんなところさっさと脱出するわよ。いやー、まさかこんなところであんな可愛い愛ちゃんを見れるなんて。ダメ元でも乗るだけ乗ってみるものだね。あ、ノワールもナイスパスだったよ。別にあなたのために振ったわけじゃないわよ。おやおや、じゃあ、あれはもしかしてノワールの。もう、すぐそうやって茶化すんだから、いい加減にして。ごめんごめん、つい面白くてさ。やっぱりネプネプとノワールさんは仲良しさんですね。